みんなね、活動から感じております。はい、それじゃあ、ぜひあの今日これだけお越しいただきました皆さんにですね、大泉さんから一言お願いいたします。お集まりの皆様、ありがとうございます。大泉洋でございます。本日は、憧れのカントリードリームマッチにお呼びいただきまして、光栄の極みでございます。精一杯、選手は頑張りますので、ご声援をよろしくお願いいたします。頑張ろう、みんな。これなんで私にマイクついてるんでしょうか。わからない、私もわからないです。そうですね、皆さんどうですか、気持ちは大丈夫ですか、今高ぶってますか。はい。いいです。私ですか。あなたのペースでどうぞやってください。そうです。今裏でちょっとだけ投球練習をしただけで、右の肩甲骨の下に感じたことのない痛みがあるんですよ。大丈夫だろうかという感じ。こういうもんですか。ものすごい痛いんですよ。最初はみんなそうなの。そうなんですか。私バッター多くないですか。こういうもんですか。いいなこれ。バッターが多いの。いや、こういうもん。2人もいるんですか。あ、そうか、どっちでもいけるように。なるほど。さあ、いよいよ。ふざけてたけど、なんかだいぶふざけてるな、この試合で。どんなボールを投げるのか、大泉洋。ちょっと 18.44m ですね。そういうことですよね。なんで一塁見た今。なんで一塁見た。なんで意識してる。セットポジションから1位、なんで決勝してるんだ。これがやりたかった、これがやりたかっただけなのか、大泉洋。どうしてもやってみたかったんです。いや、よかった、見事なストライクじゃないですか、今決勝球でね。さあ、行くか、大泉洋、いよいよ世紀の始球式であります。おっと、握りは、なんだこれは、予告フォークでありましょうか、上原浩二か。高橋由伸が相手、名勝負再現が。
地ハムの始球式もやったんですよね。そうですか。ね、そう、そうですよ。ね、なんと、ね、だからなかなか素晴らしいボールを取ったからね。なかなかのボールでしたけどね。ただ、あの始球式史上初めてでした。ありがとうございました。マウンドに顔をつけやってまいりました。大泉洋さん、大泉洋さん、大泉洋さん、このスタンドだけです。さっき投げたら届かなかったんですそこで、それも、おー、すごい。大泉洋さん、これも今のが一番いいホーム。ありがとうございます。主審の合図を待つ、この東京ドーム2024記念すべきサントリードリームマッチ、いよいよこれさプレーボールですね。